ありがとうございます。こんにちは、兄です。ウルトラマンショップから帰ってきました。今年もありますよ、アパレル限定。はい、何のメダルがついてるかというと、じゃーんと見えるかな、ロッソとブルの2枚組でございます。これやばいでしょう。主役のメインのウルトラマンが限定メダルだからね、争奪戦がどうなることになるのか、もう本当恐ろしいんだよね。グリー城の方がまだ良かったのかなとかっていう気はしないでもないんだけども、どうですかね。まあグリー城だったとしても、そりゃ争奪戦はすごいことになると思うんだけど、やっぱりメインのね、その主役のウルトラマンが手に入らないっていうのは非常にしんどいじゃない。だからちょっとここら辺はね、その販売数をかなりしっかり確保してほしいというか、ね、しっかりと手に入れれる環境が欲しいですよね。で、今年のアパレルは、子供用のパンツと長袖シャツとパジャマだったかな。で、パンツが2000円ぐらい。で、シャツも2000円ぐらいだったかな。で、パジャマは上下セットになっていて、3000円後半ぐらいだったような、そんな気がしていて、まあ、安いのはシャツとパンツですね。で、これが非常にマイルというか、ね、小さいお子さんがいるお家はいいと思うの。で、僕も前は良かったの。だけどさすがに成長して、もうね、ウルトラマンのパンツとかシャツとか着ないし、サイズも全然合わないんだよね。これパンツ買ったんだけど、サイズ120センチ。3サイズ準備されていて、100センチ、110センチ、120センチだったかな。もう絶対入らないんだよね。だから、おいっこももう120は厳しいかもしれないんだけども、何かしらその大人がこう使えるアイテム、大人用 T シャツとか、去年靴下大人用あったような気がするな、あとタオルとかね、子供も大人も関係ないじゃん、ああいうアパレル系の何かを一個ね毎年準備していただけると嬉しいんですけども、今年はそういうのはなく、全て子供用でございます。大きなお友達はね、ちょっともうしょうがないですね。で、柄はねこんな感じで、ちょっとあげるかもしれないから広げられないんだけど、 Z のフォームと、あと G ドで、こっち側が Z のアルファエッジと G ドですね。これ前側だね。後ろ側何にも柄なし。こっちは後ろ側、お尻の方にウルトラマンがいっぱいっぽいですね。ちょっと間違ってたらごめんね。さあさあ、じゃあこれね、メダル開けて見てみましょう。ペリペリペリっと開けて、よっと。で、紙とメダル2枚。紙は、まあ、説明書的な話ですね。単品変身遊びでウルトラマンロストメダル、ウルトラマンブルーメダル、単品必殺技遊びで、ロストとブルーで、コンボ変身遊びウルトラマンロストとウルトラマンブルーを読み込んでウルトラマンルーブになれると、そしてコンボ必殺技遊びで、ロストブルーのメダルを読み込んで必殺技ですね。フォームチェンジは当然あるんじゃないかな。ちょっとそこら辺もね、後で試していきましょう。で、メダルの方、まずはロッソですね。勝つに、いいね、かっこいいね。後ろは何かしら番号が振ってあるね。で、イサニー、いや早くグリージョ欲しいね。グリージョもなんかの限定になっちゃうのかな。そしたらね、グルーブ当然できると思うんだ。はい、この2枚でございますよ。これで、ルーブに変身ですね。じゃあ早速音声いっちゃおうか。まずはカツニーロストからいきましょう。
ー懐かしいね。必殺技行こう。次イサニーブルいきます。最高。必殺技。それでは2枚リードしてルーブやってこう。いきます。ありがとうございます。いやー楽しいね。必殺技次はタイプチェンジ、フォームチェンジやっていこうか。クリスタルは、太郎、銀河、ティガ、ビクトリーで、変わってったよね。水が銀河。はい、これが、アクアなので、よいしょ、ロッソフレイムにこれをくっつけていきます。ロッソアクアになるか。完璧じゃん。もう、ほんとすごいね、Z ライザー。必殺技いこう。で、幸いメダルね、太郎ビクトリーってあって、炎、土、風のティガーがないんだよね。だからいろんなフォームもできそうなので、ちょっとね、この後全部音声確認やっていきましょう。
はい、アパレル限定のウルトラマンロスメダル、ウルトラマンブルメダルを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、いろんな音声が聞けてめちゃくちゃ楽しいね。最高です。早くティガとグリージョのメダルが欲しい。で、アパレルの限定商品なんだけど、例年ならば結構しっかりと準備されていて、ウルフェスの会場とかだといっぱい置いてあったんだよね。ただ今年はちょっとなんか雰囲気が違うというか、限定即備もすぐになくなっちゃったし、食玩ガシャポンもね、あんまりないみたいなので、まあ、これも気になる人は早めにゲットした方がいいと思います。ウルトラマンショップと、あとオンラインのね、ウェブショップでも販売すると思うので、まあ、そこら辺をちょいちょいチェックしていればいいんじゃないかな。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。